皆さん、こんにちは。鉄工法、アーマーピアサー鉄です、えー。今回はですね、えー、トランスフォーマースタジオシリーズの、えー、スラッグダニエル・ウィトウィッキー,、えー。こちらがね、正式に国内発売されましたので、えー、これでね、まあ、遊びながら、いろいろとね、思うとこなんかをちょろちょろとね、お話ししていこうと思います。はい。はい。えー、で、このスラッグなんですけれども、えー、恐竜からね、変形する、えー、チーム、えー、ダイノボット。 の、えー、メンバーの一人ということなわけですけれども、このダイノボットというのはどうしてもそのアニメのイメージで、えー、語られるときも、そのリーダーのグリームロック、グリームロックがね、すごく目立っていて、しかも魅力的なキャラクターなんで、グリームロックとその他大勢みたいなね <laughs>、まあそういうね、 ふうに扱われることが割と多くて、えー、まあそのおもちゃね。おもちゃが出るときも、やっぱりそのグリムロックが発売されることはすごくね、あの多いんだけれども、グリムロック以外のね、ダイノボットメンバーっていうのはなかなかね、その商品化されなかったり、えー、あるいは、その出てもせいぜいね、このトリケラトプスのスラッグと、あとは欲流のね、スワップ、 が、え、出て、まあ、そこでおしまいみたいなね。まあ、割とそういうパターンが、えー、多くてですね。えー、それからそのサイズ的にもね、そのグリムロックが大きいサイズで発売になるんだけれども、他のメンバーは小さいサイズです。発売みたいなね。そういうことも割とよくあったりして、えー、やっぱりね、そのダイナモット軍団、恐竜軍団はその大きい、 キャラクター、体の大きいキャラクターっていうイメージがすごくね、大きいんで、そのグリムロック以外のキャラクターもね、大きいサイズで欲しいなとか、まあ、思うことはね、まあまあ割とあったわけですね。はい。えー、ところが今回ですね、その、まあ、スタジオシリーズ86、えー、映画、トランスフォーマー・ザ・ムービー、えー、こちらのそのアニメーションの、その、中の雰囲気を大事にするっていうシリーズで、登場するということになりましてですね、 えー、まあその映画のね、雰囲気を大事にするこのシリーズは、そのキャラクターのそのサイズの違い、身長の違いみたいなことも結構ね、割と強く意識していて、まあそのおかげっていうのもあってですね、このスラッグ、えー、なんとリーダーサイズ、大きいサイズで発売ってことだったんですね。実に嬉しいことですね。はい。えー、まあ、グリームロックとね、 あの、並べて、サイズ的にもね、その違和感のないね、大きいサイズのスラッグっていうね、これはね、もう、まあなんと、あの、今までね、待ち望んだ、えー、ものがついんたみたいなね、そういう快挙なわけですね。えー、そういうわけでね、今回は非常にね、まあとっても嬉しい、嬉しい、えー、一品となったわけですね。 えー、まあ、その、アニメーションの、その、劇中のね、スタイルを、えー、えまあ、大事にして、その、再現したトランスフォーマーっていうと、あの、マスターピースっていうね、シリーズが、まあ、あるわけですけれども、こちらね、非常にその、よくできていて、えー、まあ、人気の高いシリーズなわけですけれども、その、マスターピースの問題は、やっぱり値段が高いってことなんですね。 はい、えー。非常にね、よくできていて、まあ非常に凝った作りで、あの、マニアもね、大満足っていう、まあ作りではあるんですけれども、一方で、まあその分値段も高くなると。えー、まあそういうことで、当然その値段が高くなると、やっぱりその、あの、人気の高いキャラクターしか商品化されないっていう問題があるわけですね。あ,あんまりその人気のね、ちょっと落ちるキャラクターとなると、あまあなかなか商品化しづらいと。 えー、まあ、小さいサイズのキャラクターだったらまだそれでもね、ある程度価格が抑えられるから、いろんなね、その商品がいろいろ出せるわけですけれども、ただやっぱりその大型の商品となると、もうそれだけの値段もね、あの、パーンと跳ね上がるわけですから、ある程度の売り上げが見,見込めるね、キャラクターでないと発売しづらいと。 えー、まあそういうことで、やっぱりその、今までね、そのマスターピースみたいなそのシリーズで、このスラックってキャラクターが、こう、ドンと大きいサイズで出なかったっていうのはね、まあその辺がね、問題だったんだと思います。で、大量生産する、その、まあその、一般向けライン、ね。まあ、例えばサイバーバースであるとかね。まあ、ああいったので出すとなると、やっぱりその、あのー、今度は、やっぱりね、作り、 のの問題があってその精密ね細かくてそのマニアも満足するような内容っていうのはなかなか難しいものがあると。えーまあ、そういうわけでこのね、あの、スタジオシリーズ86っていうシリーズはあの、まあ、あそのマニアックなこだわりを見せつつもそのマスターピースよりはまあ、ああの、比較的抑えた価格の作りになっているっていうね。 えー、まあ、だからその、スタジオシリーズ86だからこそ、このね、あの、スラックみたいなキャラクターが出せたっていうのはね、まあ、ると思うわけですね。はい。えー、やっぱりね、えー、これは非常にね、あの、今までなかった試みということで、非常にね、嬉しいと思うし、他のね、キャラクターも、えー、ぜひね、出してほしいと思うわけですね。やっぱり、その、ダイノボットメンバーね、全員勢揃いさせたいっていうのはね、やっぱりあるんで、えー、ぜひともね、このシリーズ続けていってほしいなと思います。 で、今回のスラッグは、その、まあ、ああの、アニメのね、イメージを大切にするっていうことが、まずあるんで、その、ロボットのね、スタイルも、その、まあ、あ恐竜のね、スタイルも、どっちもね、もう本当に文句なしのね、バッチリの出来で素晴らしい、えー、素晴らしいな、と思うわけですよ。特にこのロボットモードね、あの、今時のガンダムみたいなね、スマートな感じではなくて、その、 いかにもね、その、昔のね、その、あの、おもちゃの、そして昔のね、アニメの、えー、中に出てきた、この、ごっついね、その、武骨なスタイル。これね、やっぱいいですね。いかにも強そうなね、大ノボットのメンバーらしい感じもね、よく出てますし。やっぱりその、スマートでね、あの、シュッとした感じではないところがね、やっぱりね、すごくいい、いいなと思うんですよね。いかにもロボットロボットした感じのね、この体型。えー、いいですね。ねえ で、しかもそれでいて、その、ロボットのね、その、プロポーション的なバランスはね、結構いいんですよね。その、武骨な、その、昔風のロボットっていうスタイルではあるんだけども、あの、変なね、その、バランスの悪い、えー、まあ、変な格好はしてないというね。あの、ちゃんとね、その、整ったね、プロポーションになっている。ここもね、いいですよね。えー、稼働もね、まあ、なかなか優秀で、その、まあ、 あのー、あんまりね、その、何でもできるみたいな感じの稼働を求めすぎる人であれば、いろいろね、あれこれ、えー、まあ、不満のある人もいるかもしれないですけど、個人的にはね、こんだけ動けばもう全然何もね、文句ないよって感じですね。えー、足首のね、その稼働なんかもね、考えられていてよくできているし、えー、全くね、えー、普通にポーズ取らせる分にはね、全然不満はないです。えー、顔もね、その、 あの、左右、あの、回転だけじゃなくてね、まあ、上下稼働もするしね。えー、いや、いいですね、これね。えー、変形パターンもですね。 えー、昔のね、そのダイナボットスラッグのその変形パターンを基本的にはね、踏襲していて、あの、基本的なね、構造とパーツ配置自体は昔のまんま。これはね、やっぱ昔のその G1 のね、スラッグのおもちゃで遊んでいた人にとっては、なかなかね、嬉しいところですし、しかもそれでいて、現代的なね、アップデートみたいなのもいろいろなされていると。えー、特にその、肩幅がね、あの、狭まるギミック、これね、なかなかいいと思いますね。 えー、それから、あの、恐竜モードの、あの、後ろ足が、その、まあ、あの、ロボットモードのね、あの、すねの部分にね、ぐるっと回って収まってしまうところ、これもね、いいですね。えー、ロボットモードのね、足の部分がスカスカにならずに、しかも、あの、まあ、 ロボットの携帯で、その、外にね、その、後ろ足の部分が飛び出してりして、その、不細工なことにはならないというね、アニメの、その、スラッグのロボット携帯のイメージをね、ちゃんと再現しているってね、いいですね。えー、えー、足の裏なんかね、そういう細かいところにも、まあ、細かいディテールが入っているところなんかもね、なかなか気が利いているし、あとはその、ブラスター、武器ですね。 武器が、その尻尾の中に収まる。これもね、なかなかいい感じですね。えー、まあ、共有モードの時に銃がね、あまりパーツにならないっていうね。えー、これはね、実にいいですね。えー、顔のね、その、まあ、角の部分の裏側がね、肉抜きで抜けてたりね。まあ、そういうのはまあ、ありますけど。まあまあ、いいんじゃないですかね。このぐらいはまあ、自分は共有範囲内ですね。えー、もうバッチリですよ、これ。あとは、おまけとしてね、 まあ、あの、エクセルスーツ姿のダニエル。ダニエルが、まあまあ、ついてくるわけですね。えー、まあ、グリームロックにもね、あのー、まあ、ウィリーがついてたりしましたけど、まあ、あれと同じような感じですね。まあ、一部稼働はするんですけれども、まあまあ、ほとんどね、座りポーズ固定みたいな感じで、えー、まあまあ、こういうのもね <laughs>、まあ、ないよりはあった方が楽しいかなって感じで、まあ、肩にね、乗せるぐらいしか、 特にね、できることはないんですけれどもね。まあ顔もね、まあ別に中にフィギュアの顔があるわけでなし、うん。まあ、うーん、おまけとしてはね、まあ気が利いていていいんじゃないですかね。うん。なかなかね、悪くはないと思います。はい。まあそんなわけで、その商品としてはね、実に素晴らしいね。本当にね、あの、もう大満足なね、素晴らしい一品なわけですけれども。ただ、一つだけね、ちょっとこの、まあ、 あの、不満があったのは、このね、商品が最初の発売日に買えなかったんですよ。えー、えー。まあ、いつもね、買っている店があるんですけれども、まあ、あの、発売日にね、朝一番で行きましてですね、えー、まあ、買おうとしたわけですけど、行ったら入ってないんですよ、これが。え、ね、え。えー、っと、その日ね、朝一番で、まあ、自分より早く来てた人誰もいなかったんですけれども、えー、だから、その、自分が一番乗りだけですね。 で、棚を見るとですね、置いてあるのは、そのトラックスと、それからレッグ側だけで、このスラッグがないんですよ。ね。えー、それからシャクトロンの脳もなかったです。えー、だから、自分より早く来てる人がいないわけだから、えー、そもそも入荷してないんですね、これね。え <laughs> これね、スラッグがね、買えると思って楽しみにしてね、お店行ったのにね、えー、お店に入ってないってね。 一個も入ってないわけですよ、ねえー。最近ね、なんていうか、このトランスフォーマーのおもちゃが、だん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 手に入りにくくなっているような気がするんですけど、これ自分だけなんですかね。えー、入ってくるね、入荷する、その数量が、どん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 なんか少なくなっていって、少ないどころか入らないものもあると、えー、いうことなわけですね。 え、仕方ないんで、もう通販で頼んで、ね、届くのを待っていたんで、えー、発売日からね、だいぶ遅れてね、結局手に入ったわけですけど、まあ一応手に入れてからね、まだ、まだいいんですけれども、一歩間違えればね、手に入らない可能性もあったわけですね。えー、最近トランスフォーマーなんかこういうことばっかりで、えー、どうしちゃったのかなとか思うわけですね。えー、やっぱり作る方も商売だから、 まあ、その、作りすぎてね、いっぱい作って売れ残ってしまったら、まあ困るだろうから、まあ生産数量をね、調整したりして、まあそれで、それを少ない数量を各店舗に割り振ろうとなると、その入ってこない店が出てくるっていうのは、まあ、まあよくある話ではありますけれどもね。はい。でも、こういうね、その、まあ、商品って、できればね、地元のね、近くのお店で買って、お店のね、助けになりたいなとか思うわけですよ。 店舗の売り上げがね、伸びてくれて、そのお店が潤えば、当然ね、そのお店も潰れずに長続きするし、うまくいけばね、そのトランスフォーマーを自分がバンバン買うことで、そのトランスフォーマーのね、入荷の割合も増えてくれるんじゃないかなとか、まあそんなことも思ったりするわけですよ。ね。まあだからね、わざわざその発売日に足を運んで、通販とか利用せずにね、その直接で、ね、買ったりとかしてたわけですよ。ね。 えー、まあ、その、最近はね、その入荷する数が少ないですからね、こう並べて比べてみて塗装の一番いいやつを買うなんて、そんなことは自分はし、ね、しないわけですけどもね、そもそもできないわけですけどもね、えー、まあ、そういうね、なんかその、あの、ものを見るために店頭で買ってるわけじゃないんですよね、うん。 ちょっとでもね、店の助けになって、それが自分のためにも回ってくれればいいな、みたいな、そういう気持ちで買ってるわけですけれども、でもこんな状態じゃね、そうも言ってられなくなってくるわけですよ。ね、最近なんかこういうことが多くて、その、お店に行っても買えないと。しょうがないから通販で買うと、えー。そういうパターンがすごく増えてきて、もうこんなんだったらね、もう最初からね、予約で通販で発売日届くようにしといた方がい,いいんじゃないのかなとか、 やっぱり自分もね、思うわけですよ。はい。えー、まあね、あの、まあそ、その悪循環ですよね。そうやってみんなが通販で買うから、お店で買う人は少なくなる。お店の入荷数は少なくなる。ね。売り上げも伸びないと。で売り上げ伸びないから宝富の方も生産数を絞るっていう、どん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 悪循環になってるような気がして、すごくね、残念なわけですね。 えー、まあね、でもこればっかりはね、自分がなんかこう言ったところで、えー、まあ状況は変わるわけでもないんでね、なんとかならないかなとか思うわけですね。店頭でトランスフォーマーを見る機会が減ればね、全然今まで知らなかった人もお店でね、見て、あ、こんなのが出てるんだわ、すごいって思ってね、えー、買っちゃうなんてこともあると思うんですよね。ええー。 今現在のこういう状態だとね、トランスフォーマーの熱心なファンがもう発売前からもうずっとチェックしてて、ね、それこそ海外で、その、その発売前から海外版の時点でもうチェックしてて、もう海外版で買うから国内版買わないみたいなね、そういうパターンもね、結構多いと思うし、ね、そうなるとますます日本の宝ーの売り上げは下がってくると思うし、そうなるわ <laughs> っていう、もうどん,どんどんどん悪循環ですよね。 えーこれね、なんとかならないもんかなーとね、え思っているわけですけれども、えーここ1年ぐらいで本当にね、その状況がどん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 ひどくなってきていて、えートランスフォーマーの取り扱い自体を取りやめてしまってしまったお店とかも、えー近所では何件もありますしね、ええ、まあね、トランスフォーマーのファンとしては、なんとかならないものかなーと思ってるんですけど、これ自分の地方だけなんですかね。 えー、他のね、地方、例えば東京、大阪の方とかではどんな感じなのかなとかね、ちょっと知りたいなとか思ったりもします。はい。えー、まあそんなわけでね、今回はなんか、あの、おもちゃとは関係ないね、今回のスラッグのレビューとは直接関係ない話が長くなってしまいましたが、えー、ちょっとよかったらね、ちょっとこの辺についてね、皆さんどう思ってるのか、トランスフォーマーのファンの人のね、意見とか、ね、あるいはね、宝富自体の意見もね、できれば聞きたいところではありますけれどもね。 えー、まあ、ちょっとなかなかね、えー、今後が不安に思いつつも、えー、商品自体はすごく良かったんで、今後が楽しみっていうことね。えー、ぜひともね、大のボット全員ね、メンバーが揃うことをね、祈りつつもね、今回はこれでおしまいします。はい。えー、ね、えー、いかがでしたでしょうか え、これね、え、またね、こういったね、まあ、おもちゃの話、トランスフォーマーの話、他にはね、ゲームとかオタクネタ、いろいろね、話すると思うんで、よかったらね、また聞いてくれると嬉しいです。はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた